サイン通りの取引で手持ちの資金が100倍になりました。はい、どうもバイナリー投資塾の陽介です。今回はバイナリー初心者が30分で100万円手持ちの資金を100倍に成功した史上最強ツールを大暴露します。今すぐお金が欲しいと思っている方にはぴったりです。というのもサインに従ってエントリーしていくだけになるので難しいことは一切ありません。どこでエントリーをすればいいのか、どの方向にエントリーをすればいいのか、これが一目でわかるんです。まあ、今回はね、検証も兼ねて初心者の生徒さんに試してもらったんですけども、結果がこちらです。たった30分で100万以上稼ぎ出すことができてるんですね。これ再建性においては申し分ないですよね。なので今すぐお金が欲しい、稼いで現状を変えたいと思っている方はこの動画を必ず最後まで飛ばさずに見るようにしてください。それでは早速ね、解説をしていきます。本編スタート。その前に僕の LINE に、ね、追加された方限定で月収100万円稼ぐための完全攻略マニュアルを無料でプレゼントいたします。これを受け取るだけでバイナリ初心者だろうが稼げるようになること間違いありません。この機会に必ず入手してください。それではね、今回はバイナリー初心者が30分で100万円手持ちの資金を100倍に成功した史上最強ツール、こちらをね、まあ、完全無料でプレゼント譲渡していきたいなと思ってます。ただ今回のロジックね、どういったものなのか、これがわからないとね、使ってても地味なくなっちゃうので、まあ、細かい部分はしっかりと解説していきたいなと思います。まあ、なんつってね、今日はこうクリスマスということでね、まあ、かなりめでたいっていうのもあるので、めちゃくちゃ強い、まあ、インチケーターね、用意してます。まあ、どのくらい強いかはね、まあ、見てもらえれば分かりますので、この動画はね、必ず最後まで見るようにしてください。じゃあまずね、今回のこの手法なんですけども、一応1分足推奨してますので、ここ必ずね、 MT4 は M1 で設定するようにしてください。それではまず、まあ、ロジックのね、紹介からしていきたいんですけども、今回の手法で使用するインジケーターっていうのは B コブトレンドになります。まあ、厳密に言うと B フに点々ですね、 B コブトレンド、こういったインジケーターになります。これはさすがに聞いたことあるって方はぶっちゃけいないんじゃないかなと思います。まあ、外部インジケーターってね、結構いろいろ出回ってるので、あ、このインジケーター聞いたことあるなって方は、まあ、少なからずね、いるんじゃないかなと思います。ただ今回の B コブトレンド、これ知ってる方いたらめちゃくちゃすごいです。もう海外とかでね、かなりこう人気のインジケーターになるんですね。言っちゃえばデフォルトに入ってないインジケーターなんです。それこそ外部からね、仕入れたインジケーターになるんですけども、別に難しいことはないです。今回の動画でじゃあ導入方法だったり使用方法、実際のね、トレードも交えての解説もしていくので、この動画を見るだけで完璧に習得はできます。で、何よりこの動画でね、お伝えしていく入手条件満たすことで、今回の B コブトレンド、これを完全無料で入手することも可能なんですよ。ただどこで発表するかっていうのはね、まあこう見てからのお楽しみっていう形にするので、まあ必ずね、聞き逃さないように最後まで見るようにしてください。じゃあまずは取引のね、設定方法から紹介していきます。取引方法のね、設定からしていきます。今回は1分足推奨となりますので、まずこのターボの全てのこの取引時間ですね、押していただいて、こちら1分に選択するようにしてください。ここでね、通貨ペア、まあ、ここからでもね、選択できるんですけども、基本的にね、こういったところから選択してあげると分かりやすいです。で、条件のね、一致した通貨ペアがありましたら、こういった形でね、画面を切り替えた上で、まあ、ハイだったりローでエントリーをしていくようにしてください。はい、ではここでね、挿入方法と設定値の部分ですね、B コブトレンドを実際にこのチャートに入れていきましょう。こちらの挿入インジケーターのカスタムの中にありますこちらですね、 B コブトレンド、こちらを選択してください。まあ、僕ずっとね、 B コブトレンドって言ってきたんですけども、まあ、厳密に言うとね、 B コブトレンドサインになります。 SIG、まあ、サインのね、略称なんですけども、まあ、ちょっと長いんでね、 B コブトレンドと略してます。まあ、深い意味はないですね。で、設定なんですけども、まずこの全般からはこのシグナル設定のね、変更を許可する、ここだけチェック入れてください。2つはね、もともと入ってます。で、パラメータの入力で、まあ、一応ここでね、まあ、多少設定値は変えれます。まあ、期間広げたりとか狭くしたりとか、まあ、強めたりこう読めたりできるんですけども、まあ、最初のうちはね、まずはこのままで大丈夫です。で、次に色の設定いただいて、これがデフォルトでね、決まってるサインの色となります。まあ、マゼンダはね、別にいいんですけども、さっきのアクアだと白い背景になった時にちょっと見づらいんですよね。なんでこれだけちょっと色を変えますと。まあ、線はね、ちょっとまあ2ぐらいにしておくと分かりやすいです。まあ、こういった形でね、設定ができましたら OK ボタンを押していきましょう。はい、したら今ね、表示されましたね。こちらが B コブトレンドとなります。で、この B コブ
ブトレンドってウィリアムズパーセントレンジの公式を使った仕様で売買エントリーとなる矢印を表示してくれるんです。ちなみに皆さんこちらの方ってご存知ですか？そう、この方ね、ウィリアムズパーセントレンジの生みの親、ラリー・ウィリアムズ氏になります。でこのウィリアムズはアメリカの有名なトレーダーであり、数多くの投資本の著者でもあります。ウィリアムズパーセントレンジって現在の値動きからどのくらい一定期間の値動きから離れてるか、これをね計算してくれるんです。つまり値動きが大きいとき矢印が表示されます。こう聞くと逆張りが優勢なんじゃないかって考える方もいると思うんですが、答えはノーです。じゃあどういう見方をするべきなのか、これはちょっと後ほどお伝えしていきますね。まずはこの後ね実践お見せしていくので、そこでエントリー条件なんかもねしっかりとマスターするようにしてください。はい、そうしましたら、まあもうそろねちょっとエントリー条件揃いそうなので、確定したら次足でねハイエントリー1本仕掛けたいと思います。ちゃんとねこう条件値の確認が取れたので、10万円でね今の値段のハイエントリーね1本だけかけました。まあ特にねもうこう見てわかる通り難しいことはないです。まあハイエントリーはねこう、まあ、水色のサインが表示してくれるんですけども、これがちゃんと確定できましたらね次の足でハイエントリーをしていくと、もうたったのこれだけです。これがぶっちゃけ難しいって言ったらもう投資はできないです。まあそのぐらいね簡単な方法になりますので、まあ、あとはタイミングだけ、まあ、サインがね表示されてじゃあ思わずエントリーしちゃったりとか、サインが出てる足にエントリーとかかけちゃったりするともうわけわかんなくなっちゃうんで、ちゃんと確定した足、これがねちゃんと確定したら次足から、まあ、始めるでねハイエントリーをしていくようにしてください。まあ、もうそれねこう判定結果が来るんですけども、まあ、このままいけばねしっかり勝ちでこう終えることができますね。そしたらしっかりとね要線が形成されてますので無事勝利することができました。まあ、10枚でねエントリーをしておりましたので9万5000円の利益の獲得となります。はい、そしたら GBP JPY、 まあポンド円ですね、久々ポンド円でちょっと上級エッジしそうなんで次はねローエントリーですね。しっかりと確認が取れましたので、まあ、10万円でねローエントリー1本だけかけました。でローエントリーに関しては、まあ、ピンク色のサイン、こうローソク足の上に表示されてるねこのサインですね、この矢印が下向きで表示されたらもう全部ローエントリーです。上についてるね矢印がいきなりこう下向いてるものがね上に向き始めるとかっていうことはないです。ちゃんとこう矢印がねこう表示されたらローエントリー目線で見てってほしいんですけども、まあ、ちゃんと相場をねこう把握して消えることもあるんですね。まあ、無駄なねこう損失を防ぐために、騙しを防ぐために消えることもありますので、ちゃんと確定することはちょっと確認するようにしてください。で、まあ、そのままねエントリーしていくだけでも十分高い勝率保つことできますけども、まあ、さらにね堅実にやっていきたいって方にはある秘策を用意しているので、そういった情報もねしっかりと聞いておいてください。したらまあ勝ちですかね。しっかりと陰線形成されてますので無事勝利することができました。まあ、10万円でねエントリーをしておりましたので9万円の利益の獲得となります。じゃあここで無駄な負けをね減らしていく方法、ワンポイントアドバイスを紹介していきます。まあ先ほどちょっとまあ言ったんですけども、逆張りエントリーじゃないんですよ。トレンドフォロー系のね順張りエントリーと相性がいいんです。エントリーチャートの時間軸で明確なトレンドが出てることをしっかりとね確認していただいて、トレンド方向とエントリーシグナルが同一方向の場合にのみエントリーするようにしましょう。なのでこういったポイント、まあローハイローハイとね続いています。でまあこれでねエントリーしてもちゃんと勝ててるんですけども、例えばこれをね時間軸を変えた時に上昇だなってなったらローエントリー、この2つのポイントはエントリーはしないようにしてください。ちゃんとハイエントリーのみでねエントリーしていくことでかなり期待値を高めることが可能となるんです。それとまあちょっと補足というか余談なんですけども、この今回の B コブトレンドの設定をねある設定を変えるとめちゃくちゃ勝率は高まります。まあちょっと一回設定画面出してみましょうか。表示中のインジケーターでちょっと設定出すんですけども、さっき見てもらったここの数値、この中にある SSP、この設定をね長期にするとめちゃくちゃ堅実な取引ができます。ここは本当に堅実に取引していきたいっていう方だけね、まあ、聞いといてもらえればいいんですけど、これを少なくても50以上にすることで勝率は爆上がりします。つまりほぼほぼ負けることがなくなるんですよ。ただその分ねデメリットとしては、まあ、エントリーのねこうポイント、
シグナルの発生は減ります。まあ、その反面、より信頼性のね、高いポイントでエントリーができるようになるんです。なんで、堅実に収益をね、構築していきたいとか、ちゃんとお金を増やしていきたいっていう方は、まあ、ここのね、設定もちょっと変えてみながら、まあ、最初はね、デモで構いませんので、一度検証してからね、実践にちょっと取り入れてほしいなと思います。それではね、最後にこう、B コブトレンド。こちらのね、プレゼントの受け取り方をお伝えしていきます。一応条件はね、3つあります。1つ目が僕のチャンネル登録をすること。そしてこの動画にね、いいねを押すことですね。2つ目が LINE でキーワードを送ってきてください。まあ、今表示されている QR コード、もしくは概要欄にもね、URL 貼ってありますので、そちらからね、追加してください。で、それらがね、できましたら3つ目。やってあることが来るスクリーンショット、もしくは写真を添えて僕のまで送ってみてください。まあちゃんとねそういったのをしっかり守れてる方に関しては僕もねすごく情報を渡しやすくなりますので、ここはしっかりとやっていただくようにお願いします。はい、そうしましたらね、まあ今日はこうクリスマスってことでね、長々お話してもしょうがないかなと思いますので、こちらで本日は以上とさせていただきます。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。